タンドに詰めかけたサポーターの声援を受け、両チーム今日のゲームを戦います。この時間は川崎フロンターレ対 FC 東京、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。それでポイントになるのはサイドバックが当たるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとって、そこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということなんですよね。まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、ファーストハーフキックオフです。川崎フロンターレ対 FC 東京、エキシビションマッチです。このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと土手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。では立ち上がり見てまいります。小川、アダユートンへ、アダユートンへ、どうだ、ジョンソンリョン、ここは抑えました。谷口、山根、シミッチへ、大きくサイドを変えます。大島、上り里、どうする、シュート、これは素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。川崎、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。アダユートン、上げ、シュート、キーパー止めた。いや、北澤さん、これはいいセーブでしたね。よく止めましたよね、いい反応でしたよね。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。上り里、FC 東京としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、ミドル、もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でどれだけ強いシュートを打てますからね。アダユートン、得意のミドルシュートでした。大島、ここはカットします。ジョアン・シミッチ、脇坂へ、
谷口から大きくサイドチェンジ、レアンドロ・ダミア、ここは奪います。ここでのパスは危ない。キャナティップからのパスは通りませんでした。レアンドロ、大きく前線へ、ディエゴ・オリベイラ、サイドを使う、ディエゴ・オリベイラから小川、柔らかいボール、ちょっと伸びてしまいました。山根、脇坂へスルーパス、フリーでシュート、上がる、シュート、来た、先制、ボンダーラ、さあ川崎先制ゴールを決めました。1対0、これで試合が動いたので、ここからオープンな展開になる可能性もありますよね。なるほど、リスタート直後はまた点が入りやすいタイミングなので、よろしく締めたいですよね。はい、脇坂、家永、渡ります、サイドのスペースへ走らせる、足元大事に行きます、中で味方の選手が待っている、シミッチへ、さあどうする、脇坂へ、ディエゴ・オリベイラ、ここは対応します、このボール危険です。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。前半から得点が動いています。川崎、まずは前半先制して折り返しました。選手たちの表情を見ていても、チーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので、後半も続けていくことでしょうね。川崎フロンターレ対 FC 東京、川崎が1対0でリード、後半に向かいます。さあご覧のように後半スタートしています。川崎としてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよ、森重から大きく縦、東へ、東からレアンドロ、大島、シミッチへ、山根、裏のスペースを狙う、このスルーパスは通りません。サイドチェンジ、このパスがつながります。おっとこぼれ球、青木、脇坂、シミッチへ、細かいパス回し、ロングボールで展開、チョン・ソンリョン、飛び出しての対応です。川崎はメンバーチェンジです。
裏へのスルーパス、グルマヤ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。川崎としては少し攻めてる時間が少ない印象ですからね、イマジネーションあふれる攻撃が見たいですよね。浮かせてきます、上り坂、素早いパスで攻め上がっていきます。上がるか、どうする、まあクリアが精一杯ですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトし、ゴールラインを割りました。さあ、選手の入れ替えが激しくなってきました。FC 東京、ここクリアで難を逃れます。永井、アダユートン、川崎は交代枠を2つ残しています。レアンドロへのボール、青木、カウンターを仕掛けます。家永と、これはつながりません。レアンドロ、ここは下げます。森重、車屋、谷口、家永へ、さあレアンドロ・ダミアン、さあ左へ預けて、大島、入れてきた。FC 東京、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。永井、カウンターを仕掛けていきます。おっと、ボールがこぼれる。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。家永から山村、脇坂、今日ワンアシストです。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。長いボールを送ります。スルーパス、シュート、いやー、追加点、これがダメ押しゴールになるのか。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。さあ、共に選手交代があるようです。さあ、川崎、さらに1点を追加し2対0としています。川崎としてはいい時間帯に決まりましたよね、はい、この時間帯での2点差は精神的なアドバンテージも大きいですよね。そうですよね。高萩、この位置で受ける、サイドを縦に走らせます。から浮き球のパース、危ないシーンでしたがクリアの対応。川崎、どうだ、ボレーシュートという選択でした。タイミング読んでしっかりボールの芯を捉えた強烈なシュートでしたね。
ターが浅い。チャンスを演出できるか。さあどこに出してくる。高萩サイドへ来た。中は枚数いる。ここで丁寧にコントロール。よくカバーしましたよ。ここで笛です。2対0、川崎見事勝利を収めました。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。川崎としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤豪さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。川崎が2対0で見事試合をものにしています。